吉谷さんゴールデンウィーク終わりましたけども稼稼ぎましたよね稼げたと思いますだってゴールデンウィークに入ってから何しようかなどうやって稼ごうかなって考えてるわけでもないしゴールデンウィークは稼ぎの勉強するチャンスだって思ってるわけじゃなくてゴールデンウィークに差し掛かる前にもうすでにプロモーション始めてゴールデンウィークには売り上げがきちんと上がるようにゴールデンウィークのニーズを探ってそこにストライクさせてあげてたわけてすもんね。 だからね、ゴールデンウィークに何かしなくちゃっていう人は、まさにターゲットになっちゃうんで、稼ぐどころか、うん、まあ、ね、お金払うためになっちゃうわけですよ。で、ゴールデンウィークってのは、毎年同じ時期に来ます。ね、これずれません。ですんで、構えておくことでできるんですよね。で、クリスマスも同じですし、新学期も卒業も、それから、大体転勤の時期も同じでしょう。 まあその他世の中で起きてるカレンダーってのは多分日本人共通で使ってるんで仕掛けっててのはだんだんん見えてきますよねじゃあ七夕セールとかってあるしね十五夜とかあるしなんかいろいろとストーリー作ってききっかけをねもたらすすことってできるとででる思うんですよ例えば十五夜で月のエネルギーでねなんかいっぱい稼げるようになりますよみたいななんとなくスピリチュアル的なものを訴えかけるとそれまで反応しなかった人が反応する可能性もありますしね。 だから360度に知恵を働かせていてそれで稼ぎないんだったらねあの仕方がないというか次の手が打てるじゃないですかねでも結局何もせずに稼ぎませんでしたっつからね苦笑いして頭をかいてるようじゃあ一生かもですからね、うん、バッチリ稼いでいってほしいなと思いますし何をすれば皆目見当がつかないって方、ね、そういう方のためにドリームアカデミアもっか塾もありますんで、ね、しっかりと稼いでもらいましょうね 私たちの熟成さんいわゆるお客さんが稼ぐことが私たちの次の信用にもなりますからねだから10年以上続いてるってことは10年以上人を稼がしてるってことの、まあ、裏返しでもありますから誰がやってもどうやっても稼いでなかったらもう完全に潰れてますからね、うん、だから私たちは1年目よりも2年目2年目よりも3年目3年目よりも5年目5年目よりも10年目どんどん力も自信もついてる実績もついてるってことになるのかなと思います やっぱり多くの人がね、うん、この道30年のベテランとかね創業50年って言ったらそれだけであすごいなと思いますけども、うん、やっぱりラーメン屋もそうですけどもだから1年でね半分以上が撤退するわけじゃないですかまあいろんな条件あると思いますけどもネットビジネスだってねラーメン屋に負けず劣らずすごい撤退率だと思いますよ、ね、ネットビジネスやってますって言ってもねはっきりした金額稼げてない人もそういうふうにこと言うわけですからね でなんかかかバイトに行ったりととしてるとかね、うん、もちろん稼げれば何でもいいんですけどもネットビジネスで稼ぐ方法が目の前に転がってるのにそれをやらずにどっかね遠くに稼ぎに行くっていうのは、まあ、いまいちちょっと稼げない原因がそこにもあるのかなと思いますけどねその思考方法に。いっ